これはあの手紙を書くピエロという作品なんですけどね、あの手紙を書いているうちに、途中で居眠りが始まってしまう、まあ、ちなみにちゃんとまぶたがついておりまして、寝ちゃう場合はまぶたを閉じると、でしかもあの書いているこの、手首がちゃんとコックが働いて、もちろんあの左右にこう動いてます。まあ、こういったその今言った なるべく生身の人間に近い動きをできれば再現してというところが非常にあの難しいところといえばそんな点でしょうかね。ではこのオートマタもアナログではあるんですけど、いわゆるロボットの原型みたいなものですよね。ゼンマイはいっぱいに巻けば早く動くし、逆にあのゼンマイがほぐれかかっちゃった時はゆっくりになっちゃうわけですよ。でもそれが逆にあったかみがあっていいのかなと、まあ、そこに私も自分自身で惚れて今作家活動をこうやってやってるわけですけど、まあ、その辺が分かっていただけたらなと思いますね。でこうやってでこっちへ向いてみたいな。